皆さん、おはようございます。今日は何について話すかなと思ったんですけど、まあ私はね、来来亭に、全国チェーンのね、来来亭で働いてたということはね、まあ以前の YouTube で載せたんですけどね、まあ来来亭にまつわる話がね、意外と好評でね、いろんな話聞きたいなどね、多数意見をいただいてますんでね、今日もね、来来亭の話をしようかなと思ってます。まあ、来来亭でね、まあ、やっぱね、女性の方とかね、まあ、気になる方いると思うんですけど、やっぱ来来亭でね、一番誰がかっこいいか、もう何千人とね、従業員がいる中で、誰が一番ね、かっこいいかについてね、お話ししようかなと、まあ、私の知ってる限りでお話ししようかなと思うんですけどね。これはね、まあ、来来亭でね、まあ、直営店と、あと、独立店ね。まあ、あるんですけど、直営店の来来亭本部のマネージャーがいるんですよね。4人。この4人の中でね、僕4人とも会ったんですけどね。このうちの3人が行ってた。3人とも同じ意見だったんですよ。誰が一番かっこいいか。これをね、今から言おうかなと思うんですよね。まずね、答えから言うとね、愛知県大府市。来来亭大府店のね、松本店長がね、一番ね、3人のマネージャーがね、口揃えて言ってましたね。まあ、たまたま僕も大府店行くことがあったんでね、まあ、ついついそういう話が出たと思うんですけどね。まあ、実際あってね、まあ、確かにね、かっこいいなとは思ったんです。まあ、確かにかっこいいですわね。前歴がね、元ね、ホスト。やっぱホストでやってるだけね、センスはある。やっぱね、私服も見たんですけどね、やっぱね、センスがね、ある方かな、というふうにね、思うと同時に、ね、やっぱね、顔もね、男顔でね、まあ、芸能人で言うとね、まあ、誰かな、なかなかね、芸能人で例えるといないんですけど、目がクリッとしてね、まあ、昔の世代の人なら知ってるか知らないですけど、プロゴルファー猿。まあこれね、ホームページ調べてもらいたいんですけど、プロゴルファー猿をね、何十倍もかっこよくした感じのね、方かなと思いますし、まあね、来来亭の大府店にね、行けばね、まあすごくね、いいかなと思うんですよね。ただね、私のね、主観的に言うとね、もうね、ガリガリなんですよね。まあこんなこと言っちゃダメなんですけど、もうガリガリでね、まあ、痩せマッチョって言ったら痩せマッチョなんですけども、ほんとガリガリ。ほんと、もやしみたいな体してるんでね、ちょっと男らしさに欠けるかなと、あれでね、筋肉がね、ある程度ね、細マッチョになればね、まあ、僕もね、認めざるを得ないんですけどね、まあ、僕の意見としては、もうちょっとかなと思うんですけど、まあ、マネージャーがね、まあ、マネージャーって全国ね、来来亭の全国をね、回ってね、もう、全部の店長、店長会議とかで店長とね、全員の店長と会ってるしね。そのマネージャーが言ってた3人の中で言ってたのは、来来亭大府店の松本店長です。まあね、来来亭大府店に行っていただければね、名札がね、絶対ついてるんでね、松本って書いてあるんでね、ぜひね、行っていただければなと。まあ多分ね、まあ僕もね、かっこいいとは思うんで、多分誰もが納得するね、かっこよさだとね、思いますんでね、ぜひね、来来亭大府店の方もね、ぜひ行っていただいてね、リピーターになっていただければいいかなと。ただ僕もね、来来亭大府店でね、まあ、5、6ヶ月働いてましたけどね、店長目当てのね、お客さんはね、あまりね、まあ、かっこいいっていう目的のお客さんはね、ちょっとまあ、僕自身はね、知らなかったんですけどね、まあ、確かにかっこいいですよ。私服見てもね、センスあるしね。なかなかね、話もね、なかなか誠実な方でね。なので、一回ね、来来亭大府店の方にね、足を運んで、行っていただけたらいいな、というふうに思います。まあ、あとね、もう一人ね、まあ、僕がね、5店舗行って会ったのがね、今はね、いないかもしれないですけどね、緑区のね、滝の水店にいた方なんですけどね。
ちょっと名前ど忘れしたんですけどね、長身でね、若い子の、今いるかな、まあ、その子もかっこいいかなと思ってる。まあ、ただね、マネージャー3人が言うのは、来来亭オブ店の松本店長ですということをね、皆さんに、ぜひ一度足を運んでいただけたらいいなと思いますしね、まあ、新しいイケメンをね、来来亭で探していただくのもね、まあ、質問等、どんどんね、お答えしますんでね。うん。よろしくお願いします。では、バイチャー。